東京メトロ13000系電車は東京地下鉄日比谷線用の通勤系電車日比谷線で運用されている03系電車の更新のため導入された車両である2016年度から2019年度にかけ導入されることが2014年4月30日に発表された日比谷線における全車3ドア車編成と一部後 ドア車編成の混在への対処として実施するもので、2020年3月で、東部の乗り入れ車両を含めた車両置き換えが完了し、2020年度から2022年度にかけて、日比谷線各駅にホームドアを設置した上で、ATO による自動運転を開始する予定としている。なお、今後日比谷線に ATO が整備された時に備え、大礼に編成までは、 ATO の危機器スペースの確保や偽装船等の準備工事が行われていて、大礼山編成以降からは ATO が新生児から搭載されている。もともと日比谷線には半径200メートルを切る急カーブが多数存在し、乗り入れ先の東部伊勢崎線の車両が日比谷線乗り入れ用を除き全て20。 メートル級車両となった1990年代まで、日比谷線乗り入れ用に限って18メートル級の車両が申請投入され続けてきた。しかし、測定機器を用いて、日比谷線の再計測を行った結果、20メートル級車両を導入してもトンネル区体には大きな手を加える必要がないことを確認し、03、軽の18メートル級8両編成に対して、 13000系では20メートル級7両編成とすることとなった。これを受けて乗り入れ先の東部スカイツリーラインにおいても東部鉄道広報が取材に対して検討を開始したいとの言明がある。13000系の導入に合わせて東部鉄道でも2017年7月7日より日比谷線乗り入れ用新造車である7万系が導入されており、 設計段階から7万系との使用共通化が行われている。なお、製造は1万3000系、7万系ともに、近畿車両が一括受注している。近畿車両が東京メトロの車両製造を受注するのは本系列が、初めてで、映画地下鉄時代を含めると2000年に製造されたレコ、京急自社、以来16年ぶりとなる。2016年に近畿車両で、 第01編成が落成し、特安駅から越谷貨物ターミナル駅まで、公主輸送された後に、千住建尺に陸送され到着している。第03編成以降は、特安駅から秩父鉄道羽生駅まで、公主輸送された後、東部伊勢崎線を自走して、千住建尺竹の塚分室に到着する。車体は、アルミ合金の無塗装としたダブルスキン構造としている。 側構え体の接合には、レーザーミグハイブリッド溶接を採用しており、高精度の歪みの少ない構え体としている。オフセット衝突対策として、車体単にある墨柱を三角形の厚みのある形状とし、下面の台枠から、上面の屋根構え体まで貫通させ側構え体と接合しており、床上面の結合部を母材化している。また、 踏切事故での車両との衝突や、異物の侵入の対策として、全面構え体の肉厚化、全面ガラス下部の室内側に、構造部材の設置、全面ガラスの中間膜を増して、体貫通性を向上させるなどの強度向上が、図られている。その他にも柱、量、桁、外板などに使用されるアルミ合金の種類を極力、統一して、将来の廃車時における、 リサイクルの向上を図っている。フリースペースがある部分の車体外板には、車椅子マークなどのピクトグラムを車体デザインと一体化としたデザインが施されている。車両のデザインは、日比谷線の初代車両である3000系と2台目、車両である03系の面影を残しつつも、近未来的な形状アレンジを加えている。前照灯は、L 字型に配置した LED としており、微灯は、 全商灯から繋げて、全体的に、この字の形状に配置して、従来の形状とは一新されている。車体の識別体は、日比谷線の路線カラーのシルバーの他に淡い青色と、紺色をアクセントで加えており、中間車は、車体の中央部と端部でデザインを変えている。また、ホームドア区間での視認性を向上するため、車体肩部にも識別体を配置している。 車両の使用は同じく、日比谷線に乗り入れる東部の7万系とほぼ共通化することで、車両の搭載機器類や、車内の使用設備は、両者で、概ね統一されている。主電動機は1時間定格2 0 5キロワットの永久磁石同期電動機の採用により、従来のカゴ形三小誘導電動機と比べて25%の消費電力が削減される。 制御方式は s i e ベット、またはシックモ MOSFET を使用したレゾルバレスにレベルベクトル制御の VVVF インバータ装置を搭載しており永久磁石同期電動機の採用によりモーターの回転子の回転に同期した制御が必要となるためインバータ1機で1機の主電動機を制御する個別制御の 1C1M 制御としておりそれを一軍とし 6号車の13200型と2号車の13600型は4軍構成としたものを、4号車の13400型は6軍構成としたものをそれぞれ搭載している。ブレーキシステムは03系と同じく ATG 連動電気、指令式電空併用ブレーキとしているが、改正ブレーキ制御においては16000系で、実績がある TIS による、 編成統括ブレンディング制御方式を採用している。これは、編成全体で回生ブレーキの合算と不足演算を行い、ブレーキ力が不足する場合においては、すべての付随軸の空気ブレーキを作動させる遅れ、米制御が可能であり、これにより、一部での電動軸の滑走による、VVVF インバータでの回生ブレーキの絞り込みが発生しても、 編成全体に付随軸の空気ブレーキによる不足分が分散して作用するため、滑走が発生した電動軸の空気ブレーキを作動させずに再粘着させることで回生ブレーキを有効活用するとともに、省エネルギー化を図っている。TIS はマスコンからの運転制御指令を制御装置とブレーキ装置に伝達する制御系の指令伝送のほかに、 各機器の動作状況を確認できるモニタリング機能を有しており、中央装置と端末装置の間にある機関の伝送路を1系と2系による二重化に、ラダー式の並列接続とすることで一部の中央装置と端末装置が故障しても、経路をバイパスさせて、各機器間の伝送が途切れない構成としている。また従来の TIS と同様に、故障が発生した場合での情報と、 その処置ガイダンスを表示するとともに行き先案内や空調などの各サービス機器への指令や設定を操作することができる TIS モニター画面を運転台に3つ組み込んでおり運転状況記録機能や TIS、車上検査機能などの車両のメンテナンス機能のほかに車両の定期検査などでの省力化や簡略化を図るための車両状態の各種データの 自動収集や集計を行う機能にも対応が可能としている。補助電源装置は容量185区場の静止系インバータを編成内に2台搭載しており、出力電圧は交流440ボルト、周波数は60ヘルツである。16000五ご自社と同じく2台の交流電圧と周波数を同期させることで、編成の負荷に2台を並列に接続しており、 通常時には2台を並列運転させるが、使用電力が少ない時には2台中の1台を吸収させる並列動機、吸収運転方式を採用している。電動空気圧縮機は1つの筐体に、スクロール式コンプレッサー4台アフタークーラー、除湿装置、制御装置、接触機類をまとめて1体系して1ユニットとして、構成したオイルフリースクロール方式のものを編成内に2ユニット、 搭載している。その他にも、トンネル内の長時間停電において蓄電池、残存容量が低下した場合に備えて、地上設備からの交流2 0 0トの電源を直流1 0 0トに変換して、終電装置の上昇や静止系インバータの起動が可能な非常用電源装置が7号車の13100型に搭載されている。車両の屋根上には、車内空間を快適にするため、 冷房能力 58.0kW の冷房装置を搭載しており、制御方式は設定温度と車内温度、車外温度、湿度などの各種センサや空気バネの内圧による乗車率などの情報をもとに冷房装置の4台のコンプレッサーを各社個別のマイクロコンピュータで制御して、台数制御と容量制御を行うオンオフ制御としており、冷媒には 保存層への影響が少ない R407C を使用している。また、冷房装置内に小型、精密な CT 装置と冷媒用の圧力センサーを装備しており、コンプレッサー、室内用送風機、室外用送風機の電流値や冷凍サイクル内の冷媒圧力値の微小の変化を捉えることにより、故障の未然防止や劣化診断に活用することが可能である。 車体に装備される台車は、車両の車単速を電動機を搭載した、電動軸、車両の中央側を、付随軸とし、付随軸は、曲線走行時において、レールと車輪から発せられる騒音を低減するため、曲線通過時に車体と台車で発生する向きの変化量に応じて、リンク機構を介して、輪軸を外機側に移動させるとともに、輪軸の向きを自動的に変えられる、 自己相談軸とした、ボルスタ付きのダイレクトマウント式の SC103 型変軸相談台車が採用されており、軸箱支持装置は、モノリンク式を採用している。これには、走行安全性向上策として、軌道に対して追従性を向上させる、非線形軸バネ、微小流量域を持つ空気バネの自動高さ調整弁、左右の空気バネの圧力差を調整する。 サーツ弁に、大火重機能を付けた、大火重サーツ弁、空気バネがパンク時に対応する、パンクストッパーが装備されており、ブレーキ装置は、電動軸が、踏みずら式のユニットブレーキとし、付随軸が、ディスブレーキとなっている。そのため、編成内すべての車両は、電動車の 7M としているが、車両が 0.5M 車を構成しているため、実際には 3.5M プラス 3.5T の構成と、 なっている。また、台車内に二つの別のブレーキ装置を搭載しているため、回生ブレーキでの遅れ込め制御時において、電動軸と付随軸を個別に制御する必要があり、電動軸と付随軸を同時に制御できる、電空変換中継弁受信装置、保安ブレーキを一つの機器箱の収納した位置、体系作用装置を搭載している。内装についても、 基本的な部分に関しては頭部7万傾斜量との使用の共通化が図られている。車内の照明には天井の室内灯に LED を使用した反射式の間接照明を採用し眩しさを軽減させることで適切な照度を確保している。車内の配色は白色の内板パネルを基調とし車端のつまめんと座席の脇仕切り板は淡い木目調。 床面を紺色として落ち着いたシックな雰囲気としているほか、座席の表地のデザインは夜空に浮かび上がるビル群をイメージしたものとしており、都会的な印象を与えるようになっている。座席表地は辰村美術織物製のものが使用されている。車内を開放的な空間とするため、座席横の仕切りの一部や荷棚には透明な強化ガラス、連結面の貫通扉には透明な、 大型強化ガラスを採用しており、荷棚の強化ガラスには、江戸切子をイメージした模様が描かれている。なお、荷棚の内部に LED 照明が仕込まれており、荷棚そのものを淡く発光させることで、棚下部の暗がりを低減させている。連結面の貫通扉の取っ手部分は少ない力で開くことができるアシストレバーが採用されている。座席は、 片持ち式のロングシートで、一人当たりの座席幅を 460mm に広げるとともに、S 字バネを使用して、クッション性を改良しており、表記時にアラミド繊維を織り込むことで、耐燃焼性の向上を図っている。7人掛けのロングシートには2.32席区分で、スタンションポールを設置して、定員着席を促すとともに、釣り手に捕まりにくい人に考慮している。また、 混雑時において立客の手荷物などが着座している。人に接触しないように座席横の仕切りが大型化されたものを採用している。このほか釣り手と荷棚の床面高さを車両の車端部と中央部で変えており、様々な身長の乗客にも配慮している。客室扉の上部には情報表示装置として17インチワイド液晶画面が3つ並びで設置され、 停車駅名や路線図、所要時間、乗り換え案内といった旅客情報のほか、動画と静止画を織り混ぜた広告、ニュース、天気予報といった多岐にわたるコンテンツを放映する。また、車端部にはフリースペースが設置されており、立席客向けの腰当てバーが取り付けられている。従来は、衛線方向車端部のみ、衛線側先頭車を除くに設置されていた優先席も、 13000系は両車端部に設置されている。車内のスピーカーに高音質ステレオ放送システムを搭載しており、クリアな音質で聴くことができる。さらに、車両基地での検査やイベントの際に使用することを想定し、車内でクラシック音楽やヒーリングミュージックを流せる機能を初めて搭載している。2017年7月に営業列車で誤って、 音楽を流したまま走ったところ、逆に一部の旅客から好評だったことから、2018年1月29日から、試行的に日中の営業列車内で、クラシック音楽や、ヒーリングミュージックを BGM として流しながらの、運行を開始している。搭載している音楽の例は、クロード・ドビュッシー作曲、月の光、フレデリック・ショパン作曲、ノクターン、フェリックス・メンデルス・ゾーン作曲、 春の歌、三つ広作曲、朝空を開いて、そよぐみとり、火を浴びてである。都兵装置は、従来から、東京メトロの車両で使われている、空気式が採用されている。すべての車両に車椅子スペース、ベビーカースペースが、設けられている。零散系と異なり、簡易運転第一機車両は連結されていない。2017年3月25日より、 日比谷線及び乗り入れ先の東部伊勢崎線、日光線で運行を開始した。なお、2017年の運行開始に先行して、2016年12月23日から25日までの間、東京メトロからのクリスマスプレゼントと題して、特別営業運転を霞ヶ関駅南千住駅間で実施した。この特別運行においては、1万3000系の 社内 LCD 画面を用いて本形式の解説が行われたほか、社内の広告枠も本形式の登場を告知するものに統一された。1万3000系及び東部7万系の導入に伴い、03系と東部2万系列が置き換わるまでは、3ドア車両と5ドア車両に加えて4ドア車両が混在する形となるため、日比谷線各駅のプラットフォームには、 従来からの零産系、東部2万系列用の3ドア5ドア車8両、編成乗車1ステッカーに加えて、本系列及び東部7万系用の4ドア車7両、編成乗車1ステッカーが、新たに設置され、4ドア車両に統一されるまでの間の対応を図る。1万3000系の導入予定数は、当初、現行の零産系と同数の42本としていたが、 トラノモンヒルズ駅の開業を見込んだことなどから03、計よりも2編成多い7両編成44本に計画変更され、2014年から2015年にかけての発表より多少延期となり、2020年度中までの間に全44編成を順次導入し、03、計8両編成42本全社を置き換えるとされた。その後、 2020年4月に最終となる第44、編成が落成し、本系列の投入が完了した。なお、1万3000系は、日比谷線と東急東横線との直通運転が終了してから、投入された車両であるが、零三系と同様に、定期検査を詐欺沼工場で行う予定とされているため、保安装置を東急線と互換性を持たせるなど、物理的には、 東急線内を走行することが可能な仕様となっている。ただし、2016年の車両公開時の取材に対して、東京メトロの関係者は特に予定があるわけではないと述べている。2018年12月3日、13,107階が南千住駅から詐欺沼駅まで自力改装し、詐欺沼工場に入場した。ありがとうございます。